アクセス諸島北部に位置するギリシア領の島。生仮民女、マリアを記憶するギリシャ正教会のパナギア、エヴァンゲリストリア聖堂があり、8月15日の生、新女終身祭には多くの巡礼者が訪れる。ギリシャ語の、蛇に由来するオフユサ島や、ギリシャ語の、水に由来するヒュドロエサ等の名でも呼ばれる。オスマン帝国統治下では、イセンデルと呼ばれた。 キクラデス諸島の地理的な中央付近のやや秋田に位置する。北にアンドロス島、南東にミコノス島、南西にシロス島が位置する。ジャコモフランコによる島の地図、ティノス島の景観は多様である。ティノス島には多くのビーチがある。北海岸にあるパノルモスやコリンビトラから、南海岸にあるキオニア、アイオス・イアニスをポルトス、アイオス・ソスティスなどである。 島の最高峰は、リバダの村の背後にあるツイクニアス山である。エクソンブルゴ山は、なだらかな、キクラデスの山々の姿とは異なる特徴のある山で、ギザギザとした山陽を持つ。ツイクニアスとエクソンブルゴの間のファラタドスには、肥沃な平地が広がっている。標高300メートルほどの地点にある比較的、平坦なこの土地は、島では、珍しい地形である。 オラクス周辺は、ビルほどの高さの巨大な玉石が生み出す器官で知られる。ピルゴス周辺の山岳地帯は、美しい緑の大理石が見られる。1207年から1715年にかけて、ティノス島は、ベネツヤ共和国の統治下にあった。1715年から1821年にかけては、オスマン帝国がこの島を治め、ギリシャ独立戦争後に、ギリシャの領域に入った。 1940年8月15日には、ギリシャ海軍の巡洋艦エリがティノス港において、イタリア海軍の潜水艦によって撃沈された。島の鉱物資源は、大遺跡、緑色ジャモン岩石綿、花崗岩で、ビラクス付近で採掘される。ティノス島は、多くの石材に恵まれていることから、住民たちは、様々なものを石で作り上げた。には、石垣が、 ひな団状に巡らされ、どの集落も石の要壁で守られた石畳の道で結ばれている。ティノス島には、聖教会とカトリック教会の信徒が共存しており、島はまた多くの彫刻家や画家を輩出したことでも知られる。ティノス県は、カリクラティス改革に伴い、広域自治体であった旧キクラデス県の県域を分割して設置された行政区である。ティノス県は、 ティノス市一市のみからなる。ティノス市は南エーゲ地方、ティノス県に属する基礎自治体である。ティノス島全体をその地域とする。現在のティノス市はカリクラティス改革に伴い、旧ティノス市とエクソンブルゴ市、パノルモス村の3自治体が合併して発足した。旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号は下に掲げた。 旧自治地帯地図の番号に相当する。下表のの自治地帯名欄は、無印がディモス、印がキノテタの名を示す。面積の単位は、平方キロメートル、人口は2001年国勢調査時点。キノスには3つの港がある。一つは旅客向け高速ボート用の港であり、二つは旅客、車を運ぶ、フェリー、高速船用である。島からは、ミコノス島。 ピレウス、ラフィナ、アンドロス島、シロス島に船が出ている。ティノスの町から約 2km、アイオスホカスの海岸近くにヘリポートがある。島には空港建設計画があり、ファルタドスの平野がその有力な候補地となったが、メルテミと呼ばれる強い地方風の問題や、地元のファルタドスやステニの住民が懸念を示したことから空港建設計画は頓挫している。 ティノスの町と島内の他の集落との間は、バス路線が結んでいる。ティノス島には、ギリシャでは、ギリシャ正教会のパナギア・エヴァンゲリストリア聖堂がある、ことで知られる。この聖堂は、パナギアという称号を持つ、生仮民女、マリアを記憶するものである。この聖堂のマリアの遺婚は奇跡を起こすという評判で、名高く、毎年8月15日の生神女終身祭には、 多くの巡礼者が訪れる。東部地中海地域ではおそらく最も有名で、今なお活発に行われている巡礼である。巡礼者たちは、船着き場から聖堂までの800メートルの道筋を、献身の象徴として、膝と手で進む。また手の筋場には、80以上の風車、1000ほどの美しい鳩子や、50の村や、エクソブルゴ山に築かれたベネツィア時代の城塞がある。 ありがとうございます。